平石育夫は、日本の企業家、スタートアップ投資家、福島県郡山市生まれ、1982年3月、東海大学文学部広報、学科情報社会課程卒業。株式会社ドリームビジョン代表取締役者、株式会社ラソナ社外取締役、法政大学経営大学院イノベーションマネジメント、研究科研任講師、 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部専任教員、インファルム、インドアーバンファーミングジャパン株式、会社代表取締役社長、ベルリン主催、アップアンバサダー。1991年3月株式会社、クリードエクセキュートを設立。起業家としての人生をスタートする。本人は、そこから苦労の缶詰のような人生が始まったと語っている。 1990年代後半からインターネット関連ビジネスに携わる。1998年株式会社ウェブクルー、創業2000年株式会社インタースコープ創業2002年、インターネットリサーチ研究会を、発足2006年株式会社ドリームビジョンを、設立2011年3月、株式会社サンブリッジグローバルベンチャーハビトット、東京オフィサーに就任。 創業間もない国内外のスタートアップへの投資活動を開始する。2012年会社分割にて、株式会社サンブリッジグローバルベンチャーズを、設立2017年株式会社ドリームビジョンを、再始動2020年投資先のインファルムの、日本法人設立に際し、代表取締役社長に就任。ありがとうございます。